中華料理の移動販売者ホットドッグ吉野やオレンジドリームゴージャがバーガーアリアヤカーに専用釜を積んだし、焼き芋売り移動販売は特定の店舗を持たない販売形態、自動車などで商品を運び常設の店舗以外で販売を行う無店舗販売の一種であり、業商もこの一種である住宅街やオフィス街、駅前、イベント会場など需要の見込まれる地域で行われるほか、 小売店が存在しないまたは極めて少ない過疎地などの買い物難民対策として導入される例もある。移動販売は常設の小売店舗を設けず、トラック等の車両に商品を積載して移動しながら商品を販売する無店舗販売の方法である。個々の住宅やオフィスに赴くのは訪問販売。顧客から注文を受けて商品を届けるのは配達。 配送と呼ぶことが多い。近年では常設店舗を拠点として近隣地域を巡回する移動販売も行われている。扱われる商品は野菜類、果物類、魚介類その他食品、雑貨、医療などである、軽食や弁当を売る屋台などもある。低価格の商品が多く、基本的に売り切りで現物、 現金取引である。移動式の利点を生かして、大規模商業施設や小売店舗に近接して、店を開き、通行客などを相手に商売を行う書位、小判ざめ商法が取られることもある。移動販売の手法は、江戸時代以前より存在していた、江戸などの屋台や村々を回った行商人を含め歴史は長い。 現代においては個人による経営や零細業者が大半を占めるが、フランチャイズ方式などによる大規模化を図る業者も増えつつある。かつては、駅前やアーケード街の通りで、たこ焼き、ラーメンといった軽食や雑貨、アクセサリーなどを販売する業者が珍しくなかった。その後、路上占有規制の強化や周期、排水に対する近隣住民などの苦情などが原因で、近隣の認可が取れた。 特定地域以外で営業する業者は減少した。また食品を調理販売する際は保健所の許可が必要なため食品衛生面での規制という課題もある。この点で街の賑わいを重視して移動販売車や移動屋台を認可制にしている欧米や店舗を借りる余裕もない零細業者が需要を満たすために移動店舗として都市部に集まる新興国とは 様相が異なる。東日本大震災の際には、被災して営業できないコンビニエンスストア店舗の周辺地域で、セブンイレブンやローソン、ファミリーマートといった大手コンビニチェーンが、コンビニの商品を揃えた移動販売車を運行した。なお、移動販売に用いる車両は運賃を、顧客から徴収することはないため、ナンバープレートは自家用でも構わないが、 特殊用途自動車として8ナンバーを取得する例も多い。弁当類平日のオフィス街や、館長街、工業団地、倉庫街などでは、そこで働く労働者等を対象に昼食が販売されている。軽食類日本では、石焼き芋やわらび餅が代表的だが、近年では、メロンパン、イカ焼き、コロッケ、ホットドッグ、ケバブ、ラーメン、焼き鳥、たこ焼き、クレープ、 ソフトクリームなど品目が多様化している。住宅街のほか商店街やビジネス街、ショッピングセンターの店内入り口前等で販売されることも多い。イベント会場へのケータリングを兼ねることがある。食料品住宅街を中心に、豆腐や惣菜、パン、牛乳、産地直送の野菜、鮮魚、鶏卵などが販売されている。高齢化や、 買い物難民の増加による新たな需要も生じている。灯油住宅街を中心に、冬季に巡回販売が行われる。1990年代以降に急増。締め切った住宅の中でも聞こえるように、規制違反の音量で音楽を流す営業が状態化しており、騒音問題となっている。物干し座お金物店が配達の道すがらに販売することもあるが、一部の 悪徳業者による竿だけ商法などトラブルになることもある。軽トラッシュとは、軽トラックの荷台を店舗に見立てた臨時の市場であり、商店街の駐車場やパーキングエリアなどに移動販売者が集結し、食品や地方の特産品を販売する目的で催されるイベントの一種である。2005年に雫石町で地域活性化を目的として始められ、 全国的な広がりを見せている。和歌山県のスーパー末源の末源生鮮移動スーパー。九州の移動スーパー。ことぶきやママん号。ファミリーマート南相馬お高店のファミマ号。高度経済成長により、大都市圏郊外ではベッドタウンや団地の造成が急激に進んだ。居住人口の激増に対して、既存の商店街やスーパーマーケット、 百貨店などが需要を吸収できない事態が各地で発生するようになった。そこで生み出されたのが移動スーパーである。マイクロバスや小型トラック、軽トラックを改造し、鮮度保持用のショーケースを並べ、多様な食品や雑貨を扱った。このため移動スーパーマーケットと呼ばれるようになった。この当時は地場で複数店舗を構える。 個人商店や中堅スーパーなどが運営していたものが、ほとんどで、徒歩や自転車移動可能な近隣に、商店街やスーパーの進出が遅れている、新興団地を主な証券とした、あらかじめ巡回する日時やコース、営業場所が設定されており、新居を手にした段階世代などの食品の購入に少なからず、貢献を果たした。また各地に生まれた工業団地では、 従業員の昼食用弁当や軽食、作業用小物を売る移動スーパーも現れた。やがて、日本でのモータリゼーションの発展や郊外スーパーの、寝室、エリア内に店舗を併設した、大規模住宅団地の開発増加、さらに、コンビニエンスストアの定着により、昭和60年代平成初頭までには、移動スーパーの需要は薄れた。 ところが、全国的な郊外大規模スーパーの飽和問題と、前後して、いわゆる、買い物難民問題により、移動スーパー、コンビニの需要が発生してきている。地方の山間部などでは、少子高齢化による、過疎化が深刻な問題となりつつあった。過疎地域で、細々と営業していた店舗が廃業するだけでなく、地方鉄道や路線バスの廃止、減便により、 自家用車を運転しない高齢者らが、大型スーパーや近隣市町の商店街に出かけることが難しいエリアが広がったため、移動スーパーが見直されることとなった。買い物難民対策として復活した移動スーパーは、地元で営業している。個人商店やスーパーマーケット、生活共同組合のほか、大手コンビニチェーンも参入している。多くは巡回する日時を決めて、集落にある空き地や、 特定の民家の軒先に乗り付けて販売を行う。路線バスが減便、撤退したなど交通手段の限られた限界集落に住む高齢者にとって今や商品の貴重な入手手段となっており自治体が移動販売の導入を要請、支援するケースも多い。また前日のようにその機動力を活かして 災害被災地での物資供給ルートとして機能するケースもある。スピーカーを使用する巡回販売については騒音のトラブルが多い。各世器による商業宣伝については、1989年の旧環境庁の通達により、各都道府県に条例によって音量や使用方法の規制が設けられている。一般に住居地域では、 音量が55ないし60デシベルまでとなっており、学校、病院等の周辺でのスピーカーの使用は禁止である。住宅街を巡回する移動販売車や廃品回収車は、ほとんどが規制に定触しているが、対象が移動車両であり、確保や音量測定が困難なこと、商業拡声器の規制が認知されていないこと、住民、地元自治会の苦情や、 行政の指導に従わない業者が多いこと、苦情や注意、指導を受けても単に当該地域のみの巡回を取りやめたり、別の地域に移動してしまうだけであること、日本においては、各世器の使用に比較的寛容な風土があり、近隣に利用客がいると、騒音被害を訴えにくいことなどから、ほぼ伸ばなしとなっているのが実情である。 このような住宅街で拡声器を使用する巡回販売は諸外国には見られず、選挙カーと合わせて日本特有の奇妙な事象の一つとして紹介されることも多い。現在のところ、一部の地域を除いて、能動的な取り締まりは行われていないが、近年、業者の組織化、大規模化により営業車両が増加していること、悪質な業者が多いことから、 騒音苦情が増加しており、中野区、台東区等パトロールに乗り出している自治体もある。違反車両に対しては、住民の苦情相談や通報を受け、自治体の環境、公害担当課や警察が指導を及び、取締りを行う。環境省発表によると、2009年度の各世紀にかかる苦情は、対前年度で27.7%増加している。 いかに自治体への騒音苦情と対応の例を示す。また、住民自治による対策として、覚醒器使用による営業行為は禁止です。等、町内会やマンション管理組合で警告の看板を設置したりしているケースも見られる。アメリカ・ニューヨークのマンハッタンでは、ウィーン風、カツレツ、マカロン、アイスクリーム、カップケーキ、ペーストリーなど多様なグルメ屋台が、 移動販売を行っているアイスクリームトラックによるアイスクリーム販売はミスターソーフティが採用で移動販売者に関するカテゴリー。ありがとうございます。